ジョセフ・ジェフ・ローブ3世はアメリカ合衆国の映画及びテレビの脚本家、プロデューサー、コミックのライターである。テレビシリーズではヤング・スーパーマニア、ロスト、映画ではコマンドやティーン・ウルフなどで知られ、さらに2006年から2008年までは NBC のヒーローズで共同制作組織を務めていた。コネチカット州スタンフォードで生まれ育つ。 1970年の夏からコミックのコレクションを始める。彼のママ父はブランダイス大学の副学長であり、ジェフはそこでエディオット・エース・マギンに出会い、コミック執筆に大きな影響を受けた。しかしながら彼はコロンビア大学へと進学し、芸術の学士号と映画の修士号を取得して卒業した。彼のインストラクターにはポール・シュレーダーらが含まれた。 1985年公開のマイケル・ J ・フォホックス主演のティーン・ウルフの脚本をマシュー・ワイズマンと共同で執筆し映画デビューを果たした。同年にローブとワイズマン脚本の映画コマンドーも公開された。その次に執筆した映画はローレンス・ブロックの小説を原作としたバーグラー危機一発であり、1987年に公開された。 同年には原案を務めたティーン・ウルフに僕のいとこも狼だったも公開された。2002年、ローブはテレビシリーズヤング・スーパーマンの第2シーズン第4話赤い宝石の脚本を執筆した。彼は3年契約でスーパーバイジングプロデューサー兼脚本家となった。その後、残りのシーズンでも残留するようにオファーを受けたが、 闘病中の息子の看病のために交板した。2006年は ABC のテレビシリーズ、ロストの第2シーズンでスーパーアバイジングプロデューサーを務めた。また同年より NBC のヒーローズの共同エグゼクティブプロデューサーとなり、2009年に交板するまで参加し続けた。2010年よりマーベルのテレビ部門の執行副社長を務めていた。ローブの 初めてのコミックの仕事は、ティム・セールとの初めてのコラボレーションとなった、チャレンジャーズ・オブ・ザ・アンノーン第2期、第2から8号である。ローブとセールは、その後、バットマン、イヤーワンの流れ組んだ作品である、バットマン、レジェンズ・オブ・ザ・ダークナイト・ハロウィン・スペシャルズ、全13号のリミテッドシリーズ、バットマン、ロング・ハロウィーン、全14号のリミテッドシリーズ、バットマン、 ダークビクトリーでもコラボレーションした。ロングハロウィーンは、バットマン、ザ・マン・フー・フォールズと、バットマン、イヤーワンと並んで2005年の映画、バットマン・ビギンズに影響を与えた。ローブとセールはさらに DC では、スーパーマン・フォー・オール・シーズンと、キャット・ウーマン、ホエミン・ローマでも組んだ。マーベル・コミックスでのローブは1995年の、クロスオーバーストーリーライン。 エイジ・オブ・アポカリプスに参加し、アーティストのスティーブス・スクロースと共に、X ・マンを生み出した。ローブは1996年から1997年に展開されたヒーローズ・リボーンで、キャプテン・アメリカ氏を担当した。彼とティム・セールは、リミテッドシリーズ、デアデビル、イエロー、スパイダーマン、ブルー、ハルク、グレーを執筆したローブは、スーパーマンの、 第151号からライターに就任し、エド・マクギネスと共に、エンペラー・ジョーカーや、アワー・ワールズ・アット・オーといった、ストーリーラインを手掛けた。ローブは、第183号で、スーパーマンを降板した。2002年末よりローブは、ジム・リーは1年に及ぶ長編ストーリー、バットマン、ハッシュを開始した。翌年からローブとマクギネスは、スーパーマン、バットマンを立ち上げた。 ローブはさらに大動きとなるスーパーガールを立ち上げた。またローブが手掛けたストーリーパブリックエネミーズはアニメ映画スーパーマンバットマンパブリックエネミーズとなった。2006年から2007年までに刊行されたミニシリーズシビルウォーの冒頭でスーパーヒーローが事故を起こす舞台にローブは自身の故郷であるコネチカット州スタンフォードを選んだ。2007年 ローブは、キャプテンアメリカ暗殺事件の際のマーベルユニバースの、キャラクターの反応を描いた、ホールンさん、ザ・デス・オブ・キャプテン・アメリカを執筆した。第1号は2007年4月の売り上げで1位となった。2005年9月にマーベルは、ローブと独占契約を結び、アルティメッツ3を立ち上げ、また、ハルク氏で、レッド・ハルクを登場させた。ローブは、また前後号のリミテッドシリーズ。 アルティメータムを執筆した。ローブは、ジェフ・ジョンズとアラン・ハインバーグと共にライティングスタジオのエンパスツリーハウスを所有している。ローブの息子のサムは骨腫瘍で3年間闘病した。あと、2005年6月17日に17歳で亡くなった。2006年に、スーパーマン、バットマン死に、サムが死ぬ前にほとんど完成させた作品が収録された。 ジェフは友人であったコミック作家のアート・アダムス、ジョー・ケーシー、ジョン・キャサディ、ジョイス・チン、イアン・チャーチル、アラン・ハインバーグ、ジェフ・ジョンズ、ジョー・ケリー、マイク・クンケル、ジム・リー、ポール・リー、ロブ・ライフェルド、ポール・レヴィッツ、ジョー・マデュレーラ、ジェフ・マツダ、エド・マクギネス、ブラッド・メルツァー、カルロス・パチェイコ、ダン・カン・ルーロー、ティム・セール、リチャード・スター・キングス、マイケル・ターナー、ブライアン・ケー・ボーン、 マーク・バー・ヘイデン、ジョス・ウィードンの協力によりそれを完成させた。アイズナー賞ノミネート・ウィザード・ファン賞、バット・マン、ロング・ハロウィーン、スーパーマン・フォー・オール・シーズン、マーベルのカラー・ボンと評した。批判点は、カニバリズム描写を含む、暴力表現やショッキングな展開を売りにしたことにある、上、ローブのセリフ、キャラクター描写。 ストーリーテリング、ストーリーのオリジナリティの欠如もやり玉に上がり、ブライアン・マイケル・ベンディスや、マーク・ミラーといった、これまでにアルティメット作品を手掛けた者たちの方が、適任であったと指摘された。2009年に、アルティメットさんと、アルティメータムはコミック・アリアンスによって、この10年で、最悪のコミック15本に選ばれた。ありがとうございます。